少し遅れました。こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんにちは。橋をやります。そして、橋はね、どういうか最初コメントが入らない。ここ。なんでだろうね、これ入んないんだよね。たまにね。ちょっと調整をして。コメントが入んねえんだよ。しっかりしてくれコメント。何がいけねえんだ。一回ポリーブリッジ起動するか。これでここでんでんでんなんで。あ、オッケー、いいね。いきます。ここ難しかったから次行くわ。難しいとか飛ばすっていうね。嫌なことからやっぱり逃げよう。うわー、またダンプカーステージか。ダンプカー油圧。は？これとこれが交差しろっつってんの？スパマーがいるな。まず A1 がここ行って A2 がここに行って、その後に C がここに行くの。だからまず最初にこれとこれが両サイドからこっちに寄って、でその後に C がこいつが反対側まで行くと。だからこの上を越えてけってことか。なるほど。油圧を使わない方式を考えるか、まず。いけるか？これは当たれる？疑問しかねえんだけど、これこの橋の強度適当に組んじゃってるけど、こういうのは往々にして間違いなんだけどね。まあまずはやってみないとね。あのホンダを作った本田宗一郎も言ってたからな。やってみもせんで何がわかるみたいな。ちょ、あ、いけるよ。
2台目どうやって上通そうかな。この上か。そうだね、これはやっぱ昼にこうゆっくりやるのがいいと思うな、このゲームは。橋はね、そんなにやってないからね、確かにね、久しぶりになってしまうね、どうしても。このゲームはやっぱゆっくりこう、昼下がりにこうやっていくっていうのがいいね。予算足りるかな？全体のね、8面まであるうちの、ちょっと待ってよ。そうね、確かにどれぐらいまで今いってんだろう。途中。6面でしょ？ 7 面。あ、もうあとちょっとだわ。7面が最後で。今15個か。だから、だいたい、ここまで終わってるでしょ？他にも取り逃してなんだっけ？あ、結構取り逃してんな。まあ、6割終わったんじゃない？多分6割。今日も綺麗、ありがとう。今日も美麗、ありがとうございます。もう5勝意外と早くできた。ああ、この面も難しいわ。これ頭使うのはね、私パスするタイプなんで。YouTube アップされたら油圧なしで端引きずってあれいいでしょう。あれは理想的。ああいう勝ち筋をね、探してきた。大丈夫な、それでもそうだよ、これ難しいもん、これアホほどこれ難しいよ。これぶつかっちゃう、もしかして頭いてまう。うわ、ギリギリ当たんねえか。ああ、なるほど、こいつが邪魔になるんだ。確かに値段以上に遊べてるな。それはあるな。あー、これ当たるか。今度こそ当たるな。だよね。いい感じだね。絶妙なこれセッティングだ。これいけっか。あ、いけるな。あ、これジージーじゃん。こいつの上走っていけるな。まあまあいいや。これ反転させちゃえばそれで終わりだろう。
これはこれイージーゲームだったね。これで終わりだわ。当たる？ギリギリだな。なんか当たってんだかな。なんか黄色くなってるのが下せねえわ。当たってんな、多分。パーセント下げるか。36を30くらいにするか。これでいけんじゃない？最後あそこジャンプしちゃうかな。あれ？ここが落ちんの？ここ道路ついてない？もしかして。なんでなんでなんで。コピーしたよね。山頂か。まあまあ許す。頭ぶつかってる？左右最初に止まってない。あでもあとちょっとここをまだ下げれるでしょ。ここ下げればもうこれで、これでもうクラペチーノでしょ。これで最初のトラックちゃんが頭ぶつかんなければこれで終わりじゃない。まあぶつかるんだよね。そういうこともあるんだよね。ちょっとこれバウンスしちゃうよね。バンバフってなりそうだよね。ちょっと色ついてんの気になるな。いけるか。あお。ちょい下げ。ああ、道路増やす？それが単純にここを補強しちゃったらまあそれで終わりなんだろうな。これで見てみるか。で、あと姉派する方法はまあいくつか案があるからこれでいけるでしょ。そうだよね。
あとは姉派すりゃいいから。で、姉派するべきポイントっていうのはもうこれはもう明らかに、もう、この中身なんで、この辺は木で十分でしょ。ここをとりあえず木にするっていう、そういう案でどうだい？これ楽勝だよね。そうだよね。Oh, fuck you. What about this? まあ、とりあえずクリアしたな。はい、次。予算はちょっともっと削ろうと思ったら削れそうだけど、まあまあまあ。なんだこれ、長いぞ。スタートして A が行って、 A1、待てよ、 A シャープ1に行ったら、油圧が動いて、A シャープ1からも、がまた動いて、A シャープ2、A シャープ2から、A シャープ3、あれはるか上がってるよ。日々上がってる。やるやろ。せやろ。ちょっと何言ってるか分かんないよ、この目。道が2本？は？マジで言ってんの？2本やで、これ。どういうこと？マリガンが何言ってるかまず分かんない。マリガンがまず分かんねえし、道路2本しかねえし、これは相当ダイナミックなことをしなきゃいけない。これで A から食べて、おいで。で、A2 に行って戻るんだ。 なるほど。なるほどね。で、B が油圧が動いて A2 に行って、で、油圧が動いて A3 に行く。なんだ、A3 ってどれだ？ここか。この橋をこっちに持ってくんだよ。は？パズルじゃねえかよ。これ外して何とかしてこっちに持っていくんだろう。どうやって動かすんだ、これ。せんべいみたいな、これチェックポイント。ここがまず A1 のシャープで、ここに行くと油圧が動いて、で、油圧が動いたら今度ここに行かなきゃいけない。だから、油圧でここの橋をここに持っていかなきゃいけない。で、ここのところに持ってったら、で、ここに持ってったところでまたこれが動き出して、で、A2 を取ると、またこれが引き返していって A3 まで来て、ここでゴール。いや、ゴールは違うのか。ゴールはここか。ここの旗まで最後まで帰ればゴールか。そうね。A3 取って旗まで帰れば多分ゴールだと思う。ん？それだといけないよな。油圧？超ベリーむずいんだけど、これ。何これ。油圧で橋をスライドってこと、せやな。そうそう。何これ。手を動かそう。まず手を動かそう。まずこんな形は必要だろうな、おそらく。
わかんねえ。明らかに違うな。こういう調整でできるもんじゃないと思うんだけどな。からねえ。から引っ張んの、これ。こんなイメージか。仮にこうか。こうは。これ右って固定、これがね、うまーくここにぴったり重なれば固定されるか固定されないとか。ちょうど右に移動されるだけで GG。 それがどれだけ難しいか。全然足りねえじゃん。申し訳ございません。全然ちょっと近いじゃん。あー、でも油圧これだけしか使えないんだ。油圧がもう一個いければな。だから、待てよ。ここを一回切って、ピラミッドパワーで、まず油圧一本ここに引くだろ。で、これをあと分岐だな。で、ロープで縛ると。で、ここはできる限り直線に近づけると。メインディッシュを最後に取っとくんだよ。なんだこれ、上がりすぎじゃねえかよ。これってもしかしてただのロープでいい？なんか、ちょっと待って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 。つながってねえじゃん。これ何？
上の方、あ、ここにつけるってこと？ちょっと待って。勝手に買え、まあ、いいだろう。そうか、分かった。そうかそうか。こいつを待てよ。やっぱりここを消して。ここに持ってこなきゃいけないよな。で、これを軸にここに持ってくる。これ帰りは油圧伸びる伸びる伸びる。何かがいろいろ違う。ひっくり返っちゃってるんだけど。ひっくり返るようにできるんだろうな。でもなんかいろいろ違うな。この 50% これ縮んでる？そうだね、ここはこんななくちゃダメだもんね。そうか、やっぱここ油圧だ。長えよ。長すぎる。やっぱもっと上か？じゃあ、これはいいと思うんだけど。
一晩考えたんですが、女性リスナー増やすに音ゲーやればいいんじゃないですか。俺できねえからな、そうは言っても。本当に、そんなに女性リスナー増やそうとも今思ってねえしな。思ってねえっていうのはあれだぞ。できないことの負け惜しみじゃねえから。こんにちは。要するにここから釣って、うわぁ、これ予算くっそかかりそうだな。でもこれで終わりだからな。これもしかしてこれ長さの計算とかちゃんとしないとダメなのかな。道路の裏側も多分走れるな。多分走れると思う。あ、この面難しいわ。ちょっと待って。この面難しい。どうやって橋を横移動できるんだ。難しすぎる。ちょっと待って、こういうの苦手だ、俺。助けてくれ。これはどうしたらええやん。なんとかここに吊り下がるようなイメージな。ここに吊り下がれば俺のもんだ。ここに、最悪、ぴったりじゃなくてもいいから、ここに吊り下がればいい。ここに吊り下がるためにはどうしたらいいかっていうことを考えよう。足の中央と右鉄骨の中央を油圧で結ぶ。完成形から逆算した方がいいんだよね。そうなんだよ。こことここを結んだとして、で、あとこれを水平にするための術はどうするんだ。ここの高さ何センチなの。ここの高さは 3.5 メートル、すなわちで、ここからここは何？ 8.73 メートル。だから仮にここからここを2本油圧でマックスで絞ったとしても、この長さは半分にしかならない。すなわち 4.3 メートルぐらいだね。約。4.3 か4。だからこことここをそのままつないだとしても、ここの長さ 3.5 メートルまでいかないで、多分この辺まで沈んでしまうと。すなわちここではない。ここになんとかして 3.5 メートルの高さ、すなわちここから結ぶ線として 3.5 メートルだから、7メートルのあたりでつなげれば、鉄塔を高くか。まあ金はあるからな。でも高くすると今度橋が暴れちゃうんだよね。ミスターブリッジ、こんばんは。こんにちは。まあ、ちょっと高くする。いや、待てよ。ちょっと考えよう。ちょっと考えなきゃいけねえ。どうやって動かすんだろう。シンプルな感じがするんだけどな。観覧車みたいな。まあ、今、まあまあそんな感じだな。いわば
仮にここだとしたら、ここから真下に下ろすことはできるけど、それは届かないんだよね。だからここの真下ってことはやっぱもう一個作るか、ここに。仮にこうすると、10メートル。10.63。ここまでは。7メートル。だからここまでをなんとか持ってこれればいけなくはないのかな。で、あとは左右からのロープの長さを均一にすれば、で、油圧1本の長さっていくつだっけ？ 4.03。これで、この1本で2メートル短くなる。で、ここからここの高さは？待ってよ。そうなんだ、遠心力が出ちゃうんだよね。そうなんだよ。ここからここまでは7メートル。で、ここからここまでが10メートルだから、で、これで短くできるのは2メートルか。だから油圧を少なくともここまでに向けて2本まで上げなきゃいけないんだよ。もしここを結ぶんだったら。で、これだと今8メートルで全体のここからここまでだから4メートル縮むと。4メートルは縮みすぎだから、まあ、ここあと油圧で調整するか。待てよ、でもここを4メートルだったらちょっとここを短くして。これで3.5メートル縮む。ここまでは10.6。ここまでが7。だいたい理想的、これぐらいが多分ね、長さ縮める感覚としてはこれが理想だと思うけど、あとはここから、ここ真ん中だろう？で、真ん中に対して両サイドはどうしたらいいんだ？こことここは均一の長さにしないと、おかしくなるんだよね。こう結んだとしたら、待って、ここの長さは5.17。だから無理やり作る。2.9足す。絶対違うわ。だって遠心力でなんとかしてこいついかないように止めなきゃいけないけど。で、ここを止めるための秘策がこのケーブルか。ケーブルで、ここを結べばぶっ飛ぶことはないと。これでどうや？おっと？何かに引っかかってない？これ。ちょっと待って、外れてねえんじゃない？これ。くっつけろ、そっちに、バカタレ。何が起きてるのかさっぱりわかりません。 何が起きてるのかがさっぱりわかりません。ちょっとスローモーションにします。何がぶつかってんの？これか。この接点って何？ぶつかったらこれぶっ壊れんの？なんかこのロープの接点がぶっ壊れてるように見えたんだけど、なんもない。何がぶっ壊れてんの？ロープの接点がぶっ壊れてんな。これ一本釣りにする？ 絶対落ちるよな、そんなの一本釣り。でも一本釣りでこれ、でも場所はこれで確認できるか、いいとこにあるかどうかは。
ええんやないか。まあちょっと早い、ちょっとじれって早くしろ。まだ止まってねえ、まだまだご飯食べてるでしょうがみたいなこと言うよこれじゃあ。あなるほど。だからここからか、そうかそうか、ここから待って、ここもロープでここで張っちゃうってのはどうか、張れねえの。鉄骨あるから張れねえんだ。これ邪魔だな。ここでロープに張ったら、ちょっとさ、だいたいさ、俺の意を汲み取ろうよ。こうしたらこうに決まってんだろ。あ、違う違う、これがここだったら絶対ダメじゃん。反転する？もしかして反転する？は？いける？クラペリーノ。なるほどね。こことここで2点固定はできて、じゃあこことこの長さをうまくいければいける？待てよ、どういうことだ？待て、こことここの長さがいい感じだったらいける？ってことはこことここもつなげばいい？あ、待て、いいね。クラペリーノ、クラペリーノ、ゴー！ファック。なるほどね。こことここで固定はできるけど、ここが勝ちって言わない、ここがさ勝ちって言ってくれればね、うーん、近いようで遠いのかな。これなんで勝ちって言わねえんだろう。高さ調整すればこれ勝ちっていう、もしかしてこれ厳密な高さ調整がいる。土台と橋をロープで結ぶ、土台と橋、お前 どれかって言ってくんねえとダメだ、わかんねえ。これね、これなかなかね、チームとのね、この意思疎通がね、これはっきりこの不可能なゲームになってきてるから、これ長さチェックとかどうやってやるんだろう。もうちょっとなんか引き上げた方が良さそうじゃない？ 50% か。もうマックスか。待て、これを、あ、待てよ。ここをもうちょっとこっちにすればいいのか。もうちょっと上げるとか。ここ、じゃくっつくよりね、どうしたらなるかがわかんない。多分ね、ぴったりいけばくっつくんだと思う。ぴったんこカンカンで。やっぱこっちのここの上のここの点からやっぱ繋がなきゃダメか。待て、こっち、待てよ、さっきのやつ戻そう。でこっちに関しては、これでどうや。うわ、これどうなるんだ。何が、あ、違う、ん？違う、やってるの全然違うわ。ここの、ここの長さはいいんだよね。だから、ここと、ここの長さをいい具合にすればいいんだな。ここの長さをいい具合に、でお前ぶっ壊れてんだよ。
なんかいろいろ崩壊してんな。足を設定したら。一番近かった形に一回戻すか。これか。これやると下のこれにぶつかって死んじゃう。勝ちって言え、勝ちって。お、カチってくっつかないのかな。そうなんだよね。ここがカチッてくっつけりゃいいんだけど、そうはいかねえんだな。カチッ。こういう風にならないようにするためにはどこを固定すればいいんだ。こうならないためにはネガワクはこことこの辺とかこことかここをつなげたいけど無理っぽいから、例えばここ、こことここをつなぐ。帰れない、こことここをつなぐ、上とこれの左側。ああ
ああ、無理だな。ゆらっちゃうんだよね。ゆらっちゃう。どうしたらこの揺らぎを止めれるの？いくらこっちからやっても意味ねえのが。あ、違うか。左に戻るのはそれ後から考えればいいわけよ。ちょっと待ってくれ。どこ固定すればいいの、これ。や、これパチってはまんないとダメじゃないか。橋が右の時に崖に引っかかるように、これもうこの面マックスなんだよね。もうすでに橋の長さがもうすでにマックスなんだわ。ああ、2ヶ月ありがとうございます。赤龍王さんには。感謝ってやつだね。ちょっと待ってくれ。わからん。
ょっと俺も自己にやり一つ。いや、三つ。おう、おうが入っちゃった。真ん中じゃなくて両端で釣りたいから油圧3本でうまいこと調整できないかな。わからない、わからないね。わかんねえ。絶対根本的に多分違う。いつものやつ。ポン的に違う。ポンポン的に。もう。ファック。この形じゃねえのかな。これ何め6の7か8くらい。もう終盤だよね。終盤いじめ、もうこの辺になってくるとほんとつらい、わかんねえ上から釣るだけじゃダメって言うけど、これ釣んなきゃダメなんだよ。でもどうやったら釣って固定すんだ。わかんねえ。違う。真上から垂らすっていうこの案は正しいのかな。そしてこのひっくり返すという案、これ挑戦したらこれ勝ちって言わないのかな。この油圧の長さ調整したらこれ勝ちって言わない。ねえ、勝ちって言うでしょ。こことここのロープの長さが一緒だから、すなわち、待てよ。真ん中のロープが、待てよ。こことここのロープの長さが、どっかで、40何パーの時に、うまい高さで釣れば、ここぴったりになって勝ちって言うんじゃないの。言わねえの。言えよ。言えって。もう一回やらせて、ちょっともうちょっと調整させて。勝ちって言うだろ。言え。なんとかして言わせる。俺は勝ちって。勝ちって言えばいいんだよ。勝ちって言え。勝ち。勝ちって言え。左右。対象にして両方の岸から釣る。勝ち、勝ち。で言わねえんだよ、勝ちってバカだね。
そろそろパクろうかな。まだもうちょっと、まだまだできる。まだできる、まだできる。できてないね。ひっくり返るか、そうか、だからこっちか。こっちに向けた油圧をもう一本貼って、ここに貼って、Nope. くそ、こんないっぱい金はあるのにな。これどうすっかな。これだとどうやってもつかねえのか。でもな、正解見たけどこんなん無理やで。ほら、そういうのかよ。出たよ、このゲーム特有の。でも何かあるはずだ。何かある、そういうスペシャル技を使わないでもいける何かがあるはずだ。こことここの固定っていうのはすごい分かりやすいんだけどな。どうやってあいつを止めれるんだ。俺はあいつが止められねえ。
違うな。なんか重さの調整とかでなんとかなんねえかと思ったけど、いくわけねえか。ファックメン。引っ掛けるな、引っ掛けるな。左右対称にするか、まあなんか美しい感じはあるよな。左右対称に釣って、でも左右対称に釣ったら、ここにもしここで釣るとここに固定できないんだよね。何かで固定しないと。だからまっすぐ下のここだったら割と比較的簡単にポジショニングが取れるんだけどな。ロープかな。この辺なんかごちょごちょしたらいけね。この辺、この辺ごちょごちょしてたら、このブロックがさ、うまーくね、線抜きみたいなブロックがさ、うまーくはまったりしない？木だからいけない。お前もっと強くなれ。もう一本のやつで、そうなんだ、やつもう一個使ってないんだよね。それもあるんだよな。アシャスになってる。これがあることによって、ここの長さがここと一緒だから、これが確実にここに来て、ここの長さとここの長さが一緒だから、ここが確実にここに来ると。この2点があれば必ず場所はこことここに定まるんだよね。真ん中で下ろしているのであれば、ロープのもう一本のやつで。そうなんだよな、もう一本のやつをどうやって使うかだよな。うん、これ逃走だな。なんか逃走、逃走、くっそ逃走。うん、あー、わかんねえな。まだね、油圧が使える。この油圧をね、どこで使うかがわからない。ただしわからんにゃーい。あー、絶対違うわ。一体何をすればいいんだ。どこを固めればいいんだ。どうしたら固定できるんだ。この形もやめるか、そもそも。油圧使って道路を裏返してた。まあそこは道路は裏返ってるんだけど、道路を裏返るのはいいんだけど、そこからなんだよね。裏返してほいでっていう感じなんだけど、わかんないな。地面とつながってる。ああ、ちょっと変えなきゃ。
あれ、これ貼り直すとまた戻っちゃうんだよね。やってみるしかないんだよね。落ちちゃうよね。そりゃそうだね、上から垂れてるのと横からこうだけだもんね。そりゃ落ちるよね。これが仮にこっちからもあれば大丈夫？こっからあれば落ちない？いや落ちるでしょ。これでもこっちから仮にここでこうつながってたとしても落ちる？落ちるよね。どことつながってればこれ落ちねえわけ？こっちにあってこっちが引っ張ってる形でこことつながってれば落ちねえけど、こことこれって要するに反対のここでしょ？こことそんな油圧で縮まんねえもん。どうしたらいいかな。これ勝ちって言わない？本当にこれ勝ちって言わない？俺のそういう甘い淡い希望って言われちゃダメ？勝ちって言わない？勝ちって言ってくれ。こことここがカチッてくっつけばそれで終わりなんだけど。どうせ左に帰れない。あー、でもこれ帰れるでしょ。帰れなくない？帰れるでしょ。帰れない？これだと帰れない？こうなってて乗った瞬間にこれズルっていくってこと？だからなんとかしてこの左のこいつを固定したいんだよね。左の油圧をどこにつけるんや、どこにつけるんや。それともこの真上から吊るのやめっか。もうでもここから吊らねえと真下に下ろせねえんだよな。待って、真下に下ろす必要性ってあんのか。始めるとこ帰るはず。何が切れてるの？そうなんだよね。
赤い棒で右の地面から左の地面まで円の字を作れたりしないか。ごめん、どう、な、何を言ってるか分かんない。ここ、ちょっと待って、もう。同じ形作ってんな。そういうこと？おいおい、もしそれ、もしそれがファイナルアンサーだったら大金星なんだけど、それで GG にしたいわ。本当だ本当だ本当だ、ちょっと待って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 、カチッって言ってる感じする。はあ、言ってる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 。ちょっと待って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 、言ってる言ってる言ってる、ほんまや。知らなかった、そんなルール。光が見えた。またロープが地面についてる。だと？だからお前上がってきてねえのか。見るわ、今日夜やる。は？先にそっちくっついちゃダメじゃん。先にそっちくっついちゃダメじゃん。ちょっとうまーくやってくんない？そこ。そこうまーくさ、うまーくそこ譲り合いの精神で反対側もくっつけてやってよ。あなた微調整できるでしょ。
ちいいな。これ、そういうことだ。やっと意味が分かったぜ、カッパさん。帰れねえよ。この橋は帰れねえ。この橋は帰れねえ。そういうことだったんだ。そういうことだったんだ。どうしたら帰れるんだ。どうしたら、俺はどうしたら帰れるんだ。別の提案なんですけど、画面中央を支点に道路を含めた平らな構造物を車のワイパーみたいに180度回転させることができないか。ワイパーみたいにね、確かにそうだね。画面を中心にやればまあそうだね、180度か。まあ、そしたら中心から吊る。あ、でも待ってよ。でもそうか。これ、勝ちができるんだったら別にここから吊るす必要ないもんね。待って、勝ちができるんだったらここから吊るす必要なくない？多分、グイーンっていって、右側だけうまく勝ちってくっついてくれればそれで GG でしょ。違うこれ。もしかしたらそうじゃない？そもそも、ここで吊るしてるのってさ、なんかここからまっすぐ垂らしたいからだったけど、こっちがカチって勝手に言うんだったら、別に真ん中からそれこそワイパーで下から行ってグワングワンでいけるかもしれない。でもそしたら油圧はどうするんだろう？同じ仕組みで上に引っ張ったり下に引っ張ったりすることによって動かすってことか。でもここから帰るやつ考えるか？ちょっと待ってよ。一回ちょっと進んだとこまで見るか。勝ちができるんだもんね。勝ちできるんだったら話は違うよね。こんにちは。勝ちができるんだったら多分そうだな、こっちから吊る必要性がもう存在しないのかもしんねえわ、もしかしたら。ちょっと待って、多分この辺の糸はもうこれでよしでしょ。なんでこれ分割してんのこれ。あ、これ何、これ何のために存在、待って、これ何。あ、これか。あ、こんなのついてたんだ。あれ、さっきコードが繋がんないっけ。あ、そう、ここなかった。こうか。下の地面、そうだね。そうだよね。これここだよ。これそのまま遠心力でブラーンリってするんだよね。でもブラーンリするから、
上げるとしたらやっぱ上か。ハリボテやな。どうしたらこれこんなグイーンっていくの？もう分かんないけど、とりあえず適当にこうつないでみっか。ここ短くなったらダメじゃん。ここ短くなったら答え違うやん。こいつを今度こっちに持ってくるかって問題。どうやったら勢いつけられんの？どうやって勢いつけるんだろう。じゃあ今日もご視聴ありがとうございます。どうしたらこれ勢いつけて向こうまで持ってけんだ。ガンってぶつかるんだね。どうやったら持ってけんの。ここか。こことここって今何メートル ?8.71?8.7 油圧使うと半分の長さにできるから3.75。 いや違う 4.35。 4.35 なマックスで縮めても 4.35 でしょ。だからここからこの下は4メートル、3.5 メートルだっけ確か。ダメだね。どうやって持ってくんだ。勢いつけてどうやって持ってくんだ向こうに。勢いつけて持ってきてえな。それとも下に当たらないようにできんのか。多重関節やと。なんやこれは。クレーン車のあれか。多重関節とか使いこなせないんだけど。待って、オープニングにあるやつだよねこれ。なんやこれは。そうか、そろそろそういう難しい技法にデビューしないといけないんだな。これを覚えたらなんかちょっと一つ上の男になれそうだな。これができたらなんかワンランクアップするわ。ワンランク。これするとどうなるの。めっちゃ動かしてほしいんだけど。なんかさ、これ送ってもらう能力があるんだけど、確か。どうやってやるのかな。それ送ってほしいんだけど、俺に。うまく。なんか俺、うまく俺に送ってくんない。どうやってやるんだろう。なんか送ることできるはずなんだけど、このゲーム。どうやってやったんだろう。俺他の人の配信でなんか送ってくれるみたいなやつがあったんだけど、どうやって送ってくれるの。ちょ、俺送ってほしいんだけど、それその情報。
組むのめんどくせえし、どうやってやんだろう、なんか前やってたんだよな。どうやってやってたんだろう、あの人、あの配信者の人がやってたんだよね。ギャラリーか。お、これすげえわ。ワークショップ。うわ、これみんなで作ってるんだ、ステージ。ああ、なるほど。で、ギャラリーだもんな。まあいいや、わかんねえ。ちょっと。クリアの仕方があるんだけどね、まあ、大抵の場合はね、その一つも見つからないんだよね、これがね、これがまあ難しい。どれ、ちょっとこのやつ組んでみっか、パクリ、ちょっとパクってみるわ。そこから何か見えるものがあるはずだ、きっと。これで一体何が起こるのかも正直よく分かってないんだけど、まあ、
これど、ん、ど、こっち？おい、どうやってやんだ？教えてくれ。どうやってやんだ俺は。だこれは。遠さしか感じねえよ俺は。遠さしか。どうしたらいいんだ。2つが同時に油圧動くのか、すごいな。これを言うのは。ヒントはあるのが、これ展開するとどうなるの？クラペリーノ、ノー。これむずいね。これもあれでしょ、同じ理由で一番こっちまでこの真上じゃないとこれダメなんだよね。元に戻せなくなっちゃうんだよね多分。この真上にしとかないとこれダメなんでしょ。なるほど、もっと右から引っ張ってくるってこと。真の油圧マスターが必要だな。ちょっとわかんねえわ、ほん本当にわかんねえ。そうね、考えなきゃね。ブレインをちょっと駆使していかないといけない。ブレインを。右にぐねらせた鉄塔、左にぐねらせた鉄塔真ん中に置いて右にぐねらせてみるのはどう？とんでもない、ぐねり。
ぐねりの、ぐねりがちょっとあれだわ。きちっと理解できない可能性大です。ちょっとトイレ行ってくる。トイレ休憩。わからん。あまりに多くのわからんことが多すぎる。ああ、そういうことか。ちょっと分かったかもしんねえ。そういうこと？ここに鉄塔を作っちゃうってこと？ここをスタート地点として、いや、わかんねえ。これを釣ってギュッてやるんだろ。無理だろこんなの。
めて。このステージやめてな、もう。ああ、もうなんかショートしそうだよ、また今日も。今日もショート。わかんない、もうだ、ごめん、わかんない。たくさんのことが俺わからない、今。ちょっと待ってくれ。どうしたらいいんだ。ちょっと待ってくれ。待ってくれ。あの油圧の2個の使い方がわかんねえな。どうしたらこのでかいアームで釣れんの。アームで釣って動かす。あ、わかんねえ。さっぱりわかんねえ。今日同じやった。今1時間50分か。俺ずっと今日この面、最初の面はあんなに楽だったのに、この面クソむずいわ。もう泣きそうだな。ちょっとね、この面スキップ。